待たせたな、宗則殿。ああ、待った。待ったとも、伊織殿。上野にてただならぬ剣気を浴びてから、今の今まで。拙者は、貴殿とし合える時を、鬼のごとき剣気を味わう時を、待ち焦がれていたぞ。あなたも随分気が長いったら、試合たいならさっさと襲えばいいものを。そうもいかねえ。浴びた剣気が父においてたまさか発せられたこともあろう。ゆえに共に歩む中で確かめようとしたと。お重えらしい周到さだ。うんうん、全くです。天衣無縫には程遠いんじゃないかしら。側だけの真似になってるってことは、あなたが一番よく分かってるでしょうけど。これはしたい。だがこれでよかったのだ。この歩みあればこそ、伊織殿の主たる貴殿と、皆木枯れし無二の好敵手とも、こうして再び対せたのだから。ええ、そうね。そこについては私も同じ気持ち。かつてし合った剣とは違えども、その剣の鋭さには変わりなし。その息よし。頑張りましょう、伊織君。敵は手強いけど、こっちも。と、私に言われなくても。伊織殿、貴殿と共に過ごしたは、まさに試合へ至るため。しかれど、貴殿と共にあったひとときもまた、十分に価値あるものであった。当世にて、貴殿がごとき剣士と巡り会えたこと、忘れずにおきたいものだ。死の二点一流とはまるで異なる、月のごとく冴えた剣。伊織殿、貴殿の剣の奥に潜むものを、拙者は。宗則殿、我ら剣士ならば、あとは剣にて語らうのみか。うんうん、それでこそ我が弟子です。それじゃ、野牛一門、いざ勝負。我ら二点一流がお相手いたしましょう。新影流三世、野牛兵庫介俊義、いざ尋常に勝負。影の野牛が総帥、野牛宗則、その儚き命、桜花のごとく散らしてくれる。暇せい、伊織殿。鬼の僧がためらうことなく突き立てよう。おう、集い集った血花の鬼4匹、いずれも狂える鬼ばかり。この巡り合わせに幾万の感謝。いざ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 、我らの剣の先にこそ生死の果てがあらん。見よう見まね。目障りだ。危険。ツバメ返し。超えてないかもだけど、やっぱりそういう顔しちゃうんだね。となる。
縁を破りゼロに至る。イタナ大戦勝。これなら。秘伝の叫び、剣より直に伝わる。だが足りぬ、まるで足りぬ。醍醐至らぬ未熟な我が霊気さえ切れまいぞ。言われずとも切る。かぶるよ。ひらめいた。じゃあ一戦。勝負あったわね。終わりの楽しき戦であった。ああ、しかりよな。さすがね。あの時のあなたとはまた違っていたけれど、とびっきりに冴えた剣だった。勝負を分けたものがあるなら、それはきっと運だったりして。なるほど、ならば致し方なし。武蔵との勝負には幕を引かざるを得まい。だがここには他に鬼がいた。写しを去るには少しばかり早かろう。